入学式で大学デビューしようぜって約束したけど、みんな大丈夫かな。お待たせ。何その格好、てか誰その人たち。ドズル大学の学生アイドルグループとして大学デビューすることになったんだ。デビューのベクトルが違いすぎるよ。お待たせ。さっきより人数増えてる。実は頑張って大学の経営者になってさ、無事大学デビューできたよ。規模がでかすぎるよ。大学デビューっていうのはモテるために見た目とか派手にしたり。お待たせ。いや、女子にモテたくていろいろイメチェンしてみたんだけど、どう？すげえ！かっこいい！目的合ってるけど、それ以外間違えてる。